ジャニング、ジャニングがポストプレーで押してターンラウンドでした。バーギャーは林選手が出ているので、はい、あのジャニング選手に対してのディフェンスっていうのも期待込みですね。ジェイコブセンが N1 バスケットカウント、エリックバスケットカウントです。ジェイコブセン、ジェイコブセンはもう5得点目、このパスです。はい、フジー中へ入れた、ファジーカス通してきました。あ、こぼれた。しかしリバウンドからバスケットカウントです。ファジーカス、田島前へ、中村ただ崩せてますよ、川崎は。タッチコット、スリーポイント決まった。スリーポイント、アウトサイドから決めてきます。これで同点です。ファジーカスが行く外、藤井ヒース、スリーポイント決まった。で最初のパスでたまらん守備が出ました。ヒース、スリーポイント、これも来た。中入ってヤング、ヒース、スリーポイント、4本目。いや、ちょっと落としてないですよね。ケネディはスリーポイント、これ来た。最後の最後はケネディが沈めてから、もう一度タップスコットです。フラットウィーン通してきた、決めた。田島開いた、コブセンのところはどうか。ケネディスリー沈めてきた。このオフェンスリバウンドに絡んだのは大きいですね。ジャニングです。その増田のスリーポイント決めた。ですよね。さあ2点差、スリーはどうだ、沈めてきた。長谷川匠、長谷川、ファジーカスが面を取るが、ファジーカス対タップショット、おー、バスケットカウント。ヒースキック、藤井立て、バスケットカウント。しかしジェイ・ヒースが走っている、ヒースのダンクだ。ここで10秒切る、繋がっています。田島からタップスコット、ここはある程度2点 OK の守り方。田島が決めます。 0.4 秒、ここで時間を流して終盤打ち切りました。